こんにちは。朝6時半です。曇っています。寒暖計までが遠いですね。積雪は5センチくらい、気温はマイナス 1.5 度です。風が吹かなかったようで着雪してますね。金木犀も綿帽子をかぶっています。にゃんこの足跡がたくさんついてるんですけどもね、寒くないんでしょうか。これはパンパスグラスです。シンフォリカルポスにも雪が積もってますね。一面の銀世界になってしまいました。私の予想では今朝は積もってないかと思ったんですが、チャイニーズホーリーもこんな感じになってます。ユーフォルビアにも雪が積もって、なんとなくモンスター感がありますね。最初に庭にやってきたのはシジュウカラです。鳴き声でわかりました。なんか見かけない鳥だなと思ったらツグミでしたね。3羽かな。毎日必ずやってきているスズメたちです。そしてこれはツグミですね。ツグミにはそれぞれに個性があるようです。正面から見た方が綺麗ですね。背中の方はちょっとお地味です。オナガもいました。20羽ぐらいいたかと思います。キジバトです。キジバトは単独のようですね。ムクドリはつがいでいましたね。集団では来ていませんでした。オナガが何か食べてたんですが、柿の実でしょうかね。色がちょっとオレンジっぽかった気がします。美味しそうに飲み込みましたね。大手まりの枝に止まっているスズメです。雪が降るとスズメも可愛らしく見えますね。オナガは尾羽をフリフリしました。電線の雪残ってますね。キジバトです。寒くないんでしょうかね。姿がはっきり見えませんが、ヒヨドリのようです。かくれんぼしてるみたいに見えます。またまたスズメです。3羽いますね。こうやって見るとスズメも可愛らしいです。もっとたくさんいました。そしてこれはスモークツリーに止まっています。ムクドリはいつもつがいで仲がいいですね。白石霊もやってきました。何を食べてるんでしょうね。10時になりました。外に出てみましたよ。だいぶ雪は溶けました。この分だとお昼には全部溶ける気がします。南天です。日本水仙の花、雪に埋まってしまいました。このまま折れちゃうんでしょうかね。救出しましたが、どうなるかは、これから見守っていきたいと思います。ペーパーホワイトも一部雪に埋もれています。こんな感じです。大紫式部です。雪が少し溶けてきましたね。チャイニーズホーリーの方もだいぶ雪が減ってきました。常備滝のチッチです。ようやくピントが合いました。なかなか合わなかったんですけどもね、綺麗ですね。スズメとシジュウカラのツーショット、珍しいかと思いますが飛んできましたね。ここにいました。メジロがいました。保護色みたいになってて何の鳥かわからなかったんですが、メジロでしたね。ハシボソガラス、今日もつがいでやってきています。いつものおとなしい方のカラスですね。よちよち歩きしています。スズメを威嚇することもありません。マルオです。真っ白な外に鳥がいっぱい来ていて、ちょっとびっくりしています。今日はこの辺でバイバイニャン。